動画の動画じゃない、さっきのサンドバッグのは、右ストレート打って間を置いてから飛び込むとさ、当然普通にただ言ってみたらこのなしでいきなり来るっていうことやので、危険やよね、殴られるしかない。だから自分とのはジャブみたいにパーンとかでつなげてやると、相手が、もう、防御しなきゃっていうふうに飛び込んでくるから。そういうこと、自分の場合やったら、打ってターンを置いてこうだもんね。相手が考える時間があるやん。いやもうね、そうすると対策を練られるってことやんな。なので、対策が練りづらいように、スタッフの話で入っていこうと。で、なおかつ自分のさっきの危険やよっていうのは、ジャブを打って間を置く、左フックでこういう高さになる。ってことは、もう逃げようありきで打ってるフックやもんね。体重がこうなってるわけだから。ってことは、相手があんまり多分ダメージないってことかな。要はこう体重がこっち行ってるから。じゃなくて、この左フックでパンって当てることで体重が乗ってるから、ピャってこう相手固まるやん、防御で。で、固まった時になおかつ距離がこんだけ近いやん。ってことは、打たれても、まあ痛いかもしれんけど、そんな倒れるかなぐらいのパンチってなかなか来んと思うね。やで、パンって固めて、その間にこの左足を出す。で、これの右足の、さっき自分やったら、これぐらいとかだったのさ。やと、自分が危ないんだ、これ。殴られるね。自分やったら、取ります。遠くに右ストレートメインで打ちたいんだったら、これぐらい離れてパンって出して、打つし、こうなって、こういう体勢って自分は危ない、殴られたら。自分がいい体勢取りたいもんで、パッ、パッ、打ちやすい、ストレートで。で、相手が反応速そうとかやったら、取って、すぐ、パッ、ずれるとか、なんか自分も攻撃するときとかも、こうやって回るときとかも、なるだけこのボディフックでいくなら、パン、パンって感じで、自分がくっついて、くっつくことで逆に相手の体が起きるというか、打ちづらい位置にしちゃえばいいもんでさ。なんで、こうやって近づいて、またみんなくって、また近づいて、また近づいて、また近づいてみたいな感じで、こう、近い距離の方が逆に相手打ちづらいです。要はスパーリングだから自分でもこうやって近づいていけん。それも要は、実はそっちの方が安全。要は中間距離のさっきのさ、自分のパンチもあんな、ちょっといいところの距離だとバチン当たったからさ、あんな痛いと思う。だから怖いから逆にその入ってくるんやけど、入ってくときにこうやって入ってくのか、こうやってバーンって入ってきて、頭くっつくぐらいの距離で、そっからこのままで相手も対策するから、1で右足で、遠かったらストレート、これが近かったらまたボディとか、って感じなのかな。ただまとめると、気をつけるのは、トントンって間を置くんじゃなくて、もうすぐつなぎましょう。で、なるだけこの距離をくっつける。頭から行くと反則だけど、こういう感じで行く。で、これとくっつく。パッ、出す。で、遠いか近いかで、パンチが変わる。で、体の向きは当然その自分が打ちやすいというか、体勢がいい体勢を取らんと、打たれた時はリスクある。で、回るなら回るで、こういう回り方は危ない。ちゃんと回るなら回るで、しっかり回る。っていう感じです。それを、アドバイスです。参考にしてください。